ドルイドの歌はオーアールメリングの諸上作にあたるジュブナイル小説。ローズマリーとジェームズの指定は、おじ母の家の使用人、ピーターの魔法に巻き込まれ、過去のアイルランドと似て、ひなる、説話、トインの世界で目覚める。二人は登場人物の一員として、名部女王やク風フンといった伝説上の人物と交流し、この説話を追体験する。 1984年にヤングアダルトカナディアンブックオブ・ザイヤー賞受賞。メリングはアイルランドのダブリンで生まれ、カナダのオンタリオ州トロントで育った。彼女は自身をカナダの作家であると自認していたが、ドルイドの歌の執筆はアイルランドのリートリム兼バリナモールで行った。トロントでファンタジー小説の執筆に必要な魔法的な感覚を得ることは難しいが、 アイルランドでは、これがそこここに満ちており心から感じ取ることができると彼女は説明している。トインの世界を題材とした、この物語の執筆には、アイルランドの鉄器時代に関する相当の調査が必要となり、彼女は執筆におおよそ1年を要した。無名の作者の諸女作としては珍しいことではないが、ドレイドの歌の観光は難航した。メリングは、 アメリカ、カナダ、イギリスの三国で数多くの出版社に原稿を持ち込み、リトル・ブラウンの児童文学コンテストでは最終選考にまで残りもしたが、観光に結びつくことはなかった。彼女は独力での出版社との交渉を断念して代理人に、これを委ね、ついにペンギンブックスのカナダ支社からの観光にこぎつけた。この時学校からおよそ3年が経過していた。 ドルイドの歌は1984年にヤングアダルトカナディアンブック・オブ・ザ・イヤー賞を受賞。1985年にはオンタリオン芸術財団の主催するルース・シュワルツ、児童書賞において受賞は逃すものの最終選考にまで残る。なお、メリングは4作目の妖精王の月で同賞を受賞し、雪辱を果たすこととなった。ドルイドの歌は日本語とチェコ語にも翻訳され、 商業的に成功を収めた。パパはひどい。夏休みよ。夏休みによそへやられるなんて、アイルランド行きの飛行機の中、遠ざかる空港を見つめながらローズマリーは、恨めしそうに呟く。そこを不良のボーイフレンドから彼女を引き離すため、夏休み中、アイルランドバリナモールの片田舎で農家を営む、おじ母の手伝いをして、過ごすよう父親に命じられたのだ。 田舎暮らしを楽しみにする弟ジェームズも一緒だ。指定は、おじ母が雇っている、怪しい使用人、ピーターを、好奇心から尾行する。深夜の湖のほとりで、狂人さながらの様子を見せるピーターに対し、恐怖と、見るべきではないものを見てしまった罰の悪さから、二人は、立ち去ろうとする。ちょうどその時、背後から人のものとは思えない、ピーターの悲鳴が突然とどろきわたる。 悲鳴が途切れると、今度は呪文のような歌声が響き渡り、指定は意識を失った。指定が目覚めたのは、都ンの世界。アルスター国への遠征の準備に先立つ、コナハト国であった。全く事情のつかめない二人と遭遇した、コナハトの王子メインミルスコハッハ一行は彼らを、不審者として母親である、名部女王のもとに連行する。 名武女王は指定を遠征に先立っての生けにえに、するのも良いかなどとこぼして、指定を震え上がらせるが、結局のところドルイドに判断を仰ぐ。ドルイドのパーダルムルルーは、彼の風貌がピーターとウリ二つであることに驚く、指定をよそに、彼らは女王の敵でも味方でもなく、アルスターへの遠征の好奇を告げる吉兆なのだと予言する。吉兆を待って、 遠征を足止めしていた女王は、指定の到来に感謝し、とりあえず二人は命をつなぐことになった。ローズマリーは、名部の娘である王女フィンバールの、ジェームズは老戦しファーガス・マクロイの預かりとなり、アルスターへの遠征に同行することになった。フィンバールは荒烈な名部にはニーズ穏やかで人懐こい、気質の持ち主ですぐに、ローズマリーと気心を通わせる。一方、 ファーガスから名部が使わせた患者ではないかと疑われた。ジェームズは荒々しい歓迎を受けるが、時期疑いは晴れ、彼は自らを選手として訓練するよう、ファーガスに願い出る。すっかりトインの世界に馴染んだジェームズは彼らを心配しているであろう王子母のことをきれいに忘れ去り、この世界で御者として身を立てることを考え始めてていた。ローズマリーはというと、 おじ母のことを思い心を痛めていたが、一方で親しくなった、フィンバールや彼女の着せてくれる豪奢な装い、メイン王子への恋心など、トインの世界への未練があるのも確かであった。いずれにせよ彼らをこの世界に連れ込んだピーターが、いなければ、現実には戻れそうもないのだ。ピーターを探し出して、自分たちを現実に送り返すよう約束を取り付け、 それから少しだけこの世界で様子を見ようということで、指定は意見をまとめた。児童文学の研究家、神宮テル雄は、規約の妖精王の月、歌う石より、以前の作品であるためであろう。ケルト的神秘の雰囲気が不足で、話の運びにご都合主義が目につく。それだけ、戦闘場面、英雄的行動、男女の愛、友情などが、やや誇張されて描かれ、 読みやすい楽しさを生み出している。三冊の中では一番読みやすく面白い。と評している。ありがとうございます。